まだリップ塗ってませんでした。壁にした。先します、ショールームしようかなと思って。絶対昼って夜の間私ご飯食べる方に時間かけちゃう。食べる方、うん、まだご飯食べてない。ちいさんもショールーム始めるかもしれないです。何食べるの？夜のやろ。お昼はお弁当でした。そぼろ弁当みたいなやつを食べてはった。高めのツインはちょっと気合を入れるためにしました。最近の勝負部屋。イニスフリーの鏡はなんかエストの会員登録したらもらいました。多分なんか一回なんかでもらったの。そう、なんかもらいました。エチュードや、エチュードか、なんかもらえます。あら、今井さんです。今日はなんか言わんといて。目元メイクですね、ほんまブラウンやからかな、薄めかな。でもこの前焦りすぎてメイク、チークもやってなければハイライトもやってなければシェーディングもやってない状態で公園出て、めっちゃ何もないやんって思って。ユリアでもファンデーション塗ってないらしいの。あ、塗ってないです。ファンデーションどうせ取れるんで、どうせ取れるんでとか言ってどうせ取れるんで塗ってないです。おはようございます。おはようございます。それはインスタの、インスタです。インスタ？なんか広告出てくれて、そうです、ネットで買いました。キャンマチどうなんやろ。アクアリアス、でもハゲてきたんですよね、手汗すごいから。なんか錆びてる。スマホケース今これなんですよ私ね。でもね、ここがね、いやほんまに錆びてんな。なんかここが銀っていうか、まあ結構金属なんですけど、手汗すごいからこうやって持ってたら錆びるんですよね。てかパール取れてるし、あ、ガタガタしないんですよ意外と。ここが支えてくれるから手汗で錆びます。今日も頑張ります。昨日初めましてできて嬉しかったです。私もです。イエーイ、また来てください。皆さんお昼公演入られる方いらっしゃいますか？なんかネックレス長くないですか私。うん、あ、そんなことない。いつもウインクでこうやってやった時にこうやって上がってくる。わかる。わかりますよね。うわってなるもん。顎でちぎってます。ここになんかみんななってるんかなってずっと思ってた。なんか首に沿わせるぐらいがいいかもな、ちょうど。あ、こういうことですか。なんかうん、それぐらいで。確かに、なんかあんまりペタワンやからない。鎖骨が鎖骨マジでないんですよ私。だからほんまやん。そう、ネックレスを支えるところがないんですよ。鎖骨ないやん。そう、鎖骨ないんですよ。え、く、はい、私はこれ鎖骨。ああ、ある、あります。ないな。ないんです。何それ、なんかあったような。そんなにせんねんってこと。うーん、ざーいし。なんか来た。なになに、鎖骨ある。あ、おでん鎖骨めっちゃありますよ。うわ、びっくりした。ライトライト、まぶ。あ、あるわ鎖骨。なんかすごい形してる。ないね。めっちゃない。みんなあるで。あるある。ありますか。ここはある。ビビビビ。あ、あるわ。こ、こ、全然ないよ。うん、こう、うん、存在していない。そう、そう、はい、ちょっとあるけど、ね、ちょっと、うわライトがすごっ。映えるけど、なんかめっちゃ照明は見てる。ちゃんとテロップつけて、照明チカチカに気をつけて。え、なに、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュ注意。お前、記者会見で、これでできますね、加工。フラッシュ注意。昼はまだ食べてません。眩しい。眩しい。でもめっちゃなんか映り、なんかあれじゃない。なんかいい。うわ。す
綺麗今の白よりオレンジっぽい方がいいかな。そうなんですよ、白やったら真っ白になるんですよ。あ、なんかこれやったら夕日みたいです。夕日が、はい、すいません。最初何の曲か分からんかった担当やった。え、担当やったじゃん。歌い出しがもう一クソすぎて今日のリハのさ、どうと思いますか。いや、ほんまにひどかった。なんかストレートでしたよね、めっちゃ。え、あの、あー、諦めたらサビの歌詞のところが、うん、ユイナの声が聞こえすぎて、うそ、でもなんか抑揚があんまなくて、うん、ストレートユイナやった。え、どうと思いのリハめっちゃもっとしてた気がする。え、めっちゃ声聞こえた。本当ですか、うん、よかった。いや、今日の道頓堀はね、ちょっと皆さんリハいろいろ面白かったです。すいません。歌ったことないはずの歌詞を歌い出すからみんな。めっちゃおもろかった。目覚めたもん、それで。リハ映像見ました、みんな面白かったですよ。そう。もう、チュジュさんがあの一番歌った時は、チヒさんがこうやってやってて。チヒさんが間違えた時は、みんなこうやってた。私が間違えた時もうみんな私が間違えた時はマジでパソコンとかあの下向いてるスタッフさんたちが全員バッて持ち向いてでもチュチュさんだけなんかやろうみたいな顔してましたやっぱマジかなみたいな言ってたよないや歌ってなかったらマジなんてめっちゃ笑かったもう、あ、笑った、笑わん曲やのに笑ってしまったもんよかった。いろいろありました。朝一のリハでこんな笑うのは初めて。なんか変わってますね、それ。あ、これ、はい、あ、なんか増えましたよね、うん、ちょっと何とかあ、今日も野球なんですか。何、うん、あ、あ、今日あったっけ。今日勝てると思うって来てます。野球今日も勝てます勝てます、勝てます。2軍も勝つと思います。勝てます。チヒさんが言ったら勝てます。夜公演のあおりなんて言おう。さっきからずっとそれ考えてる。あおり、ハノ、ゆいなについてこいほんまに言おうかな前か前変なこと誰か言ってたな。ゆいなについてこーい。はやろ。は。ドラン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 ドみんな。ゆいなについてこーい。やっちゃうんじゃん。もう出口やったらまだマシかな。でも昔カジオとで出向だ。あの決まるまで出口ゆいなでやってたじゃないですか。覚えてます？出口ゆいな。気合い根性感謝。出口ゆいな。大阪魂見せたんで、この前久しぶりにそのリハ映像見たんですけど、うん、もうめちゃめちゃダサかったですね当たり前忘れてたわ。ほんでそのリハして、え、なんか見ようと思って振り確認するときに見ようと思ったときにちょうどそれで、出口ゆいなで最初はやってたんですもうやん、何時分ですか今。半オールアップ。今は1時。いや、始まってるちょうど家事を取れ言うてる12分。ありがとうございます。13分ぐらいになったらランキング読もうかな。私もまだ歯磨きしなきゃいけないから。カーブバナコ様にグミをもらったのでそれを食べて昼公演は頑張ります朝ごはん食べたから。そう、最初ねエンジンするときに曲流すタイミングとかをスタッフさんとかと調節しなあかんからエンジンの掛け声決まってなくて、で、まあでもどうするってなった時に、まあ、じゃあ出口ゆいなでいいやエンジンってなって、出口ゆいなで最初ゲネとかやってたんですキャイ根性感謝、出口ゆいな大阪魂で見せたんでリンク行くぞってやってました。なんとか本番までには舵を取る出向だに変わったんですけど、変わらなかったらそのまま行ってました。にんにんにん、今日は珍しくツインテール。こんにちは。
フラッシュ注意ってやってるのに全然フラッシュちゃうよな。変えとこかな。演じの内容で聞いた単独声間違いない。昼公演行ってまいりますよ皆さん。今日はちゃんと舵を取る出向でやります。フルメインよ、やばくない？でもなんか全然楽屋もいつも通りでした。フルメインに変えとこ。なんかそわそわする。なんか久しぶりのポジションやからかな、超そわそわする。やばい。まだあとちょっと。何分から始めたかでも覚えてないねん。そういう時は縦にしてみたらいいんだよ。あ、そうなん。やって、あ、さすがやな。だろ。え、10で3分から始まったら15分って何分？18分か。いやーすごいわ、さすが勝利でしょ。さすがです。どうやってやるの？もうフラッシュ注意も終わってって、もうテロップ変えたから。これでみんな、みんなが記者会見あ、してくれる？はい、汚い、嫌い。あ、ちょっとバグる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 。しょうもない。はい、 ありがとうございます。はい、記者会見してます。記者会見。あ、どうですか今の心境？ね、画面ぶれやばいから。みんな酔う今の心境。そうそうしてる普通に。いやなあ、かまってっちゃうんだな。知ってるわ。かわいい。知ってるわ。いやねえ、何ねえ、何の記者会見、何の記者会見やろ。ツインテール、ツインテール。初めて。どうしたん、ツインテールして。え、なんかさ、昼やん、うん、テンション上げていきたい。そう、テンション上げていきたい。ね、このね、もうここの髪の毛の長さが一番ついてる。可愛いよね。あー、高さ？うん、いや、ちょ長さ、長さ。なるほどね。もうちょい切らなあかんやん。じゃそう、切れ早い。切ってあげるか今。いやいや、断髪式する。うん、断髪式トゥルントゥルンやな。可愛い、ゆいな。ありがとう。今日珍しい、うちのことめでる日。うん、めでる日。バイバイ。バイバイ、ゆいなの。え、なんなん。なんかさ、今日ドラさんおかしいで。そう、カーナホもなんかさっき、なんか今日はちょっと無駄な動き減らすわとか言ってて、うん、いつもないの無駄な動き。そう、わかる。いつもさ、ショートやん。今日は無駄な動きなくすわって言ってきながら、うん、全部うちの頭叩いていくん。いや、めっちゃ無駄じゃない。怖くない？全部いいな、頭叩いてんの。そう。いいや、無駄な動きいらんて。いらんて。バイバイ。公演前に記者会。公演前に断髪したらあかんやろ。もうでも言うてさ、さ、夜髪型変えたいんですけど、サイドポニーか巻き下ろしの前髪上げ、どっちかめっちゃ迷ってる。迷ってる迷ってるところ。ほ、あとちょっとで。やばい、あと10分でオールアップや。ちょっとなんか、あ、結構おる多いな。サイドポニー巻き下ろし、サイドポニー巻き下ろし。やばいやばいやばい、気分やな。今日暑かったらサイドポニーにしようかな。じゃあおろしにしたいんですけど、メイクさんがねっていつも言う。おろして出たい。私も今日おろして出たいんですよ。私も髪の毛にへばりつくでって言われた。そう、髪の毛伸びたんです結構。よし、そろそろじゃあランキング読みます。13位シクラメンさん、ありがとうございます。シクラメンさん初めて団長で読んだかも。12位コジ、コジありがとう。11位末広さん、末広さんありがとうございます。10位ケネスさん、ケネスさんありがとうございます。初めて団長で読んだ。9位ナクシ、ナクシありがとう。8位2番目のトモさん、あ、昨日ぶりです。7位ユイユ、ユイユアオヤホー、ありがとう。ユイユ。6位ヨシくん、ヨシくんありがとう、ありがとう。5位ボスさん、ボスさんありがとう。DM 見てね。4位赤マックさん、朝、赤マック。朝のこと分かってちゃった。朝マックさんありがとう。3位ジュンジュン、ジュンジュンありがとう。2位元気くん、元気くんありがとう。そして1位ディクタスさん、ありがとうございます。嬉しい。
ランキング変わったね。よしくんは言ったな。2番目のともさん、11位すゑひろさん、ありがとうございます。 OK、 それぐらいかな。お、ではでは、そろそろちょっと私も準備あと残ってるので終わりたいと思います。皆さんぜひ13時からリンクフルメンでやるので見に来てください。ではでは、ありがとうございました。バイバーイ。 DMM で公園で会いましょう。バイバーイ。